こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。朝からちょっと自分の部屋を徹底的に掃除しようというモードになって電球を拭いています。去年掃除したと思うんですけれど、なんか気がついたらすっごいホコリが乗ってて、汚かったんです。12月に電球は変えたんですよね。でちょっと黄色い色が気に入って、白色じゃなくて暖色の電球に変えました。もうすごい黒くなってて1本切れたので、もうついでに2本新しくして、だから去年の12月にこの電球の傘の上を雑巾で拭いたと思うんですけど、まあなんかすごいもうホコリがいっぱいでびっくりしました。4ヶ月ぐらいでこのホコリがこんなに溜まっちゃうんだなと思って、もうちょっとまめに拭かないといけないなと思いました。いつも何しろ朝起きたらこうやって布団は畳んで、あとパジャマも畳んで、このベッドカバーはニトリのベッドカバー、クッションこうやって並べてソファーみたいにして、窓を開けて、床は掃除機をかけたり、まあ、掃除をして毎日生活しています。まあ、ここで編集作業もしています。というわけでいつも綺麗にするようにして生活してるんですけれど、ちょっとね、ああそうだ、動画をアップロードしてる間に掃除しようと思って雑巾を取ってきたんですよね。そして掃除して、まあ、びっくりしたんですけど、この上の傘ね、さっきも動画で掃除したり、あとエアコンの上ですね、あとこういう高いところ、こういうところも全部雑巾で拭いたんですけど、まあまあなんていうのかしら、あ、私これ秋にですね、一回全部掃除をしてるんですよ、実は上の方も。それで暮れに忙しくなるから、まあ12月に掃除するっていうのが普通なんだろうけど、お掃除を10月ぐらいにしたんですけれど、まあこの傘にですね、電気の傘にすごいホコリがあって、もう雑巾がすごいホコリまみれになったり、それで窓もですね、これは去年の6月ぐらいかに窓拭きしてたんですけど、今度ね、部屋がきれいに掃除してきたらね、この窓が気になって窓拭きもしたり、今日はなんか
動画を編集アップロードしている最中にお掃除をして、まあ、部屋を整えたわけですね。やっぱりそうするとすごい気持ちがいいわけなので、やっぱりねお掃除って大事で、目に見えないところでね、こういう傘の上とかやっぱり高いところから掃除するって理にかなってるなと思って、まあ、今日はそんなことをお伝えしました。動画を今編集したりアップロード中なんですけど、こうなんかいろいろこう思いついて、私がこう集めていたっていうか大事にしていた分野の本があったんですけれど、ふとね、本当にふと、あ、これはあの方に差し上げようと思ってね、そのことが好きな方が、まあ、福井県でたまたま行った時の主人のいとこの人がその分野がとても好きだっていう話をしていたなっていうのが急に思いついて、まあ、ものをとにかく手放していこうというふうに今、思っているんですよ。過去に大事にしていたものも。そしてそのなんか集めていたその本の分野、それとか段ボール一つになったんですね。でそこにまあ詰め込んで、その方にお電話して送ってしまいました。そしたらまあスペースが空いて、すごくすっきりして、まあ、本棚の一部ですよね。そう、本棚で言うと このぐらいかな、このぐらいの本を全部詰めて送ることができました。そしたらそこにまた今までちょっと入りきらなかった太極拳の本とか入るなと思って、そしたらね、このクローゼットの上にちょっと残っていた太極拳の本とかまた入れられるなと思って、まだやってないんですよ。やってないけど、そのスペースの空間が空いたらね、本棚のなんか過去の執着ね、それの一つを手放して、いや全然後悔ないし、すごいすっきりしたし、その方がものすごい喜んでくれたんですよね。なんかすごいね、ああいいなと思って、これからも日々何か思ったら自分のこのものを手放していこうっていうふうに今思っていて、まあそれとね同時に掃除ですね。やっぱり掃除するっていいなと思いました。というわけで今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。いやー、物は減らすとすっきりしますね。なんか、過去のやっぱり執着だったのかな、捨てられなかったんですよ。以前は1年前だったら絶対捨てれなかったの、まあ、手放せなかったのが差し上げたんでね、すごいね、びっくりした。ではまた。